皆さんこんにちは、アンコウです。アンコウのオペラ砲弾マイオペラ第291回ですね。1回ですね。はい、今日は2023年の7月10日です。はい、僕は、前回290回でもお伝えしたように、北海道、札幌におります。まあ今日は帰郷日なので、もうこの後、今泊まってるホテルをチェックアウトして、帰るだけなんですけどね。はい。昨日、の稽古もね、LCR モニカ20周年記念公演、アンドレア・シェニエ、立ち稽古。昨日の稽古も非常にいい稽古ができまして、まあ僕がいい稽古できない、自画自賛でしてるという意味ではなくて、やっぱりそこに参加してくださる方がね、とっても意欲を持ってやってくれて、とっても良かったですね。帰り際にね、ある方がね、それが初段の一人の女性が、結構ベテランの方で前からよくいらっしゃる方で、とってもセンスのいい動きをされたりとかね、とても美しい方で、今回も、一幕のとこで、貴族のゲストの役をやっていただいてるんですけどね、その方が僕のところに来て、参考にしたらいい本とかありますかっていつも教えていただいてるんでって言われて、まあ僕もいろんなものを読んでそこの中からこの世界を作ってるんですけど、ちょっとパッと一緒これがっていうのを思いつかなかったんで、その時はお伝えできなかったんですけど、まあなんかそういうことを聞かれるのはとても嬉しいですね。もちろんそこでやっていることに関して、あれはどういうことですかとか、あの動きはどういうことですかとか、ここってどのタイミングですかとかね、いろいろまあそういうことをよく聞かれるわけですね。でそれはもちろん嬉しいです。ただそれ以上にそのこの背景をもっと知るために、なんかいい映画とか本とかなんかそういうのありますかとか、まあよくいろんな方からもそうやって聞かれるんですけども、そうやって聞かれてるの本当に僕は嬉しいですね。まあ僕このモエオペラやってるのもちょっとそういう意図もあってやってるんですね。だからオペラってただ単に歌いながら芝居をしてるとかそういうことじゃなくてね、その背景にもいろんなものがあって、いろいろな文学でだとか絵画であるとか、いろいろな舞踊であるとか、もう様々なもの、服飾史ですね、があったりとか、建築があったりとかね、で、まあ、その地域の風習であるとか、祭典であるとか、祭事ですね、それとか宗教とかね、もう本当に様々なことがあって、僕なんかも全部知ってるわけじゃないので、新しい作品に出会うたびに、そういうことを少しずつ勉強しながらやってるんですね。僕はもう極めて僕の人生しか歩んでないんで、基本的に。わからないですよ。だから、でも、このオペラとかに出会ってね、とても僕自身が素晴らしい経験を今までやってきたのはね、やっぱそこで新しい世界を知ることができるからですね。だからその世界を作るってことが、とにかく一番大事なことだと僕は本当にこれだけは絶対に信じてるんです。うまい歌を聴かせることも大事だし、うまい芝居で綺麗な舞台、綺麗な衣装、いろんな照明、そういうものを見せていくことも大事なんだけど、世界が作れないという意味がない。ね。素晴らしい衣装があっても、素晴らしい美術があっても、素晴らしい照明があっても、それが一つの世界観の中で作れないと、全く意味がないと僕は思っているんですね。はい。なので、そういった意味で、その世界というものが大事だってことですね。で、そういう意味で言うと、で今日の、本題なんですけどね、僕の大好きな、作家の、まあ、ずっと以前で、ね、1988年に、上梓された、短編集がありましてね、それがこの度復刻、出版されましたので、この草原推理文庫の、ね、中の、浅香妻緒さんの折り鶴という短編集ね、これ大変素晴らしい短編集で、前にダイヤル7を回せっていうのを、ご紹介しましたけど、まあれは、まあ、パズラーというかそのミステリー作家の、浅香妻緒さんの本領発揮のそういうものなんですけども、謎解きのね、でもこの作品は本当にここにも書いてありますけどね、紋章上絵師としての、側面もある方なんです。この方はね、紋章上絵師ってこのひらがな音だけでこれ聞いても分かる人って多分すごく少ないんじゃないかなと思うんですけどね、僕も分かりませんでした。 で前回そのダイヤル7を満線の時もその言葉がすぐに出てこなかったので、職人さんだみたいな話をしたと思うんですけどね、まあ今回はそのことにちょっと関わってる作品なので、言うとその紋章上絵師っていうのは和服に
家紋を書き入れる専門の絵師だということです。はい。で、それを、まあ、その家に生まれたんですね。で、だからそういう職人の仕事をしながら、ミステリーを書いていったと。あともう一つここに書いてるんですけど、奇術師、マジシャンですね。マジシャン。これも本当にプロの、波の腕前があったということですね。残念ながら、その YouTube とかでも探してもそういうものが動画で残っていないので、直接見ることはできないし、朝川さんの、直接の喋ってるものとかも、まあ僕は今までちょっと聞いたことがないので、うん、最近まで、ごく最近、2009年に亡くなったので、割と最近まで、ご存命でいらした方なんですけども、ちょっと、そういうことをね、僕の、まだそういうことを調べるのが不足してるのかもしれませんが、はい。まあ、いずれにしてもね、この、折り鶴というのはね、この、4つ、この中に小説、短編が入ってます。で、比較的に長い中編が2つと、すごく短い短編が2つですね。忍び山恋歌、駆け落ち、角の盾にて、そして折り鶴。という 4編なんですよね。どれもこれも素晴らしいんですけども、共通して流れているものは、まあ、男と女の愛の世界だってことですね。しかもそれは、必ずしもうまくいってなくて、今は、2人が別々になっている人が再会するという話で、ですね、が一つです。はい。そのまあ簡単に言うと切ない話ですね。切ない話。そして再会した、また何かで縁があって結ばれた人が、そこのところで、まあ、その男と女の世界に落ちていく、その時の、本当に生めかしい、情景というものがですね、非常に淡々と綴られていくんです。そこがこの人の本当にいいところなんですよね。そこは、決してなんかね、ネチネチしてなくて、でも、その、もう本当に、男女がこう、体を重ねている時の、そういう艶っぽさっていうのが、その、比較的ドライな文体の中からこれ滲んでくるところが本当にこの人の世界なんです。ワールドなんです。だからこの人は世界をそのやっぱり自分の選ぶ言葉で作っていくということは本当にそれは統一されてるんですね。それはだからダイヤル7を回せに使われているようなものと基本的に一緒なんですけども、ちょっとこうドライな感じっていうのはどれもそうなんですけど、ただこの、こういうまあなんて言うんですかね、これなんて言えばいいんだろう、その、和服の世界的なもの、うん、ただのパズラーとはただのミステリーじゃなくて、だからちょっとしたこの、時代小説的な感じのもの、うん、ただ時代小説ではないんですけどね、これはね、だから現代の話なんですけど、基本的にこの中に登場する人、は、そういう、時代的な衣装、まあ簡単に言うと和装、和服、とかに関わる、その、今の紋章返しもそうですけども、関わる仕事についている職人さんというのが必ずどの作品にも登場するんですね。だから、まあ言ってしまえば、この書かれて1988年当時で、まあ今もそうですけども、まあ外を見ても、普通、まあ、京都とか奈良とかに行けばそういう人多いかもしれないですけど、基本的にはみんな洋服着て歩いてるじゃないですか。ね、でも、かつては、みんな和服着て歩いてたわけでね。だからこそ、こういう職人さん、そこに家紋を入れたりとか、なんかそこにいろんなものを、刺繍とか、そういうものでね、このある作品の中では、そういう、タバコで、の、あれが誤って、あれしてしまって、着物に穴が開いてしまったところをそこにそういう刺繍を施していってそれを隠すみたいな感じのことをね、まあ、職人さんとしてやるみたいな、そういうことを頼まれていいですよやりましょうみたいな話が出てくるんですけど、そういうだからもう和服がメインだったので、そういう人っていうのはもう仕事がたくさんあったわけですね。でもだんだん洋服が多くなってくると、でも本当に専門の人しかそういうものを着なくなると、どんどん仕事が少なくなっていくと。だから、そういうことをやっていた人は、まあ自分のあれを変えていってですね、まあこの中でもある作品の中では、そこまで全部こう手縫いをしていたのに、それがミシンが登場したことによって、大きく変わっていくと。または、いろんなデッサンなんかも筆を使って書いていたのが、コンピューターが生まれたことによって、コンピューターでそれを書くようになっていくと。これってね、だからこの世界は僕は非常に、自分がよく知らない世界なので、この淡坂妻をワールドに引き込まれるんですけども、でも内容的なことで言うと、僕がやってるこの舞台のことは全く一緒なんですよ。全く一緒です。はい。
演出の作業なんかもね、まあ、今、あれですよ、楽譜ですね、普通、楽譜を持って、演出もしますよね。僕は、まあ、こういうものを自分で作ってですね、これ、まあ、スクリプトと呼ぶんですけども、こういうふうにして、こっちはまた、なんていうか、これですね、スクリプトっていうんですけど、まあ、これはアンドレシーンですね、アンドレシーンね。それで、そこにね、いろんなものを、こうやって書き入れていくんです。こういう動きとかをね、この平面図のようなものを貼ってね、そこにね。で、いろんな情報を書き入れていくってことで、記録にしていくんですけどもね。だから、非常にアナログ的なんですけども、もう、割と最近の人は、歌手の人でもね、昔はこうやって楽譜をめくってましたけど、今の人はね、結構こういうもので、パッドとかで、こうやって見ながらやってる人も多いですしね。そのデザインとかもコンピューターでやったりとか、それとかも、まあ舞台なんかはもうコンピューター操作になってる方が、今、最近の劇場で多いですから、もう当然もそういうことになって、照明なんかも全部そういうのを作ってたりすることになってるんですけどね。でも、まあ僕はでもやっぱりちょっと、演出を始めたのは僕はまだ浅いで、まだ20年なんで浅いんですけど、でもそれでも自分自身はもう還暦の人間なんでやっぱりちょっと古いんですよね。だからやっぱり本とかもパッドとかで Kindle とかで読めないし、まあたまに見ることはあるんですけどね。でもやっぱり紙の本が好きでこれいうものをね、もう最近すごい高いんですけど、値段も上がってるしね。だからまあ中古のブックオフとかよく行って買いますけど、でもやっぱりこうやってどうしても好きなものが出るとすぐに買ってしまうんですね。やっぱりその古いもの、古きを知って新しきを知るみたいなね、温故知新みたいな、もの、古きを訪ねて新しきを知るか、うん、そういうようなものとかね、うん、まあ、そういうことを考えさせられます。で、その二人の男女がね、もうその職人肩書のそれが抜けない男性と、その新しいものに鞍替えをした会社に今はいるかつての恋人とか、そういうところのね、お話がね、非常にこう切なく語られていて、きっと浅香妻男さん自身がね、多分そういういろんな思いをされながら生きていらしたんだろうな。この人はだから大変ハイカラマジシャンですからね、こういうかっこいい服を着てね、こういう多分そういうのを見せてた人なんですけどもね。でも片やそういう職人さんの、ところもありみたいなね。でも我々日本人は結構そういうところを誰しも持ってると思うんですよ。今はとってもそういう現代的な、トレンディーなんて言ったら、死語ですかわかんないですけど、トレンドに乗ってるような人でもね、その人のご両親とかはそういう、職人さんであったりとか、そういう代々何かのやってた人とかね、そういう必ず上をたどっていけば、そういう人に行き当たるわけでね。だからなんかその時代の推移みたいなもの、を感じさせる、この、4編です。はい。内容については、まあ、一切これミステリーなんで触れませんけれども、ぜひ、興味をお持ちの方は、今だったら多分書店、かなり、ちょっと大きめのところにあると思いますんで、ぜひ、お読みになってください。それで、この、まあ、恋愛物的な、浅香妻男の作品には他にも本当にいいものがたくさんあって、まあ、それも少しずつお伝えしていきますんで、はい。ぜひ、はい。ということです。はい、今日は東京に帰ります。暑いと思いますが、また頑張って次の、稽古打ち合わせに向けて頑張っていきたいと思います。そのことはまた、この動画で萌えオペラでお伝えしていきたいと思います。あ、そうだね。昨日ある人と会ってちょっと酒飲んでたんですけど、したら僕がブルース・リーの大ファンだってことをね、そこで話したら、そうだったんですかって言われたんで、だって、燃えよオペラって見てないですかって言ったら見ましたって。燃えよオペラじゃないですかって言ったら、ああ、そうだみたいな。燃えよドラゴンですねみたいなことになって、ありました。はい。燃えよドラゴンを小学6年生の時に、池袋の名画座で見たことから僕の運命は変わりました。今も燃えております。はい。燃えよオペラ。頑張ります。はい。ということで、アンコウでした。今日も良い一日を。